フレアってタフだよね。こんな長時間配信するなんて。タフっていうか頑丈？頑丈は違くない？おはようございます。コンクリートとどっちが頑丈か確かめてもいいかな？いいでしょう。柔らかい、ぬくもりを感じる。こっちは痛みを感じてる。待って、あっちに共犯がいます。あれ、何それ？トルネオン呼ぶ魔法のランプって書いてあるでしょうが。あーブラカタブラスヤブラフブラ呼んだ。おー、かわいい。ミコチじゃん。うぃ、だだだだだだ、俺一通だから線がついてて戻れないタイプだから。かわいそうでしょ。頼むから出てきてよ。おいどうした。この人が共犯者です。フータンのリボン大きくてかわいいね。よせやい、こんなかわいい子が共犯なわけがない。リボンが褒められて調子乗ってるね。そんなわけ。自尊心とともに肥大化していくぜ。私こんなのつけてたんだ。ちなみにこのリボン、リボ笑いなんだぜ。違うよ。いいからなんとかしてよ。ていうかちっちゃいみんなは、わーい、ふかふかだ。喜んでるならいっか。よくねえ。うわー、たまらないぜ。うわー、ミシミシ言ってる。外科来とる。大丈夫？フレアはやっぱ頑丈だな。